タイムズ24は7月3日、カーシェアリングサービス、タイムズカープラス個人会員を対象に実施した、カーシェアリングに関するアンケートの結果を発表した。調査は、タイムズカープラス個人会員を対象に6月4日から6日の3日間、非公開型インターネットアンケートで実施、12,616名からの有効回答を得た。調査結果によると、タイムズカープラス入会のきっかけは、 約半数の49%が近くにステーションがあった。できた。使いたい時にいつでも使える環境にあることが入会のきっかけにつながっている。世帯所有の自家用車については20%があると回答2011年の2倍となっているが車がありながらカーシェアを利用する理由は出先での移動手段47%。 家族が使っている時に使えないから35%、自分の所有する車ではなく、気を使うため10%と続いている。なお、2011年に実施したアンケートでは、何かあった時の保険との回答が21%にも、上っていたが、今回の調査結果では6%に減少している。公共交通機関と組み合わせた、カンや利用については、41%が、 あると回答。利用経験者のうち77%が、電車との組み合わせ、以下、新幹線36%、飛行機24%と続いている。利用シーンは、買い物が65%で、断突のトップ、以下、ドライブ35%、送迎29%、荷物の運搬26%と続いており、日常的な利用が目立つ。一方、 旅行で利用する人も22%に上り、2011年の6%から3倍以上となっている。感謝ありようで生活にどのような変化があったか聞いたところ、行動範囲が広がったが40%で最多。以降、休日の外出頻度が増えた17%に続き、12%が生活が豊かになったとなっている。また、 カーシェア利用で車への興味に変化があったかを聞くと31%が以前より興味を持つようになったと回答18歳から24歳では 72%25 歳から29歳では60%に上り若い世代ほど興味を持つようになっているさらに車の購入意欲についての質問では17%がカーシェアを始めてから 自分の車が欲しいと思ったと回答、自家用車を持っていない人に限ると、12ポイント高い29%となっている。これまで車で移動する機会が少ない人ほど、カーシェアリングで車の便利さを実感し、購入意欲も上昇する。